です、私初めて、はい、まあね、そういうキャスティングも含めまして、映画監督の梨本奈緒さんですけども、はい、アイメディア国際映像メディア専門学校の講師、梨本奈緒監督でございます。これよりこの3名のトークショーということですので、はい、皆さんゆっくりじっくりお聞きいただきたいと思います。はい、そのハードルの上げ方は何言ってるんですか。何、いや何もないです。あ、そうですか。あ、もう座りましょうかね。座りください。はい、座りください。じゃあ、はい、あの私たちちょっと、はい、舞台からおりますのでちょっと失礼して、はい、降りる、降ります。はい、2回いなくなっちゃう。はい、2回になります。前は失礼します。そうですね。どんな掛け方なんですか。はい、はい、天の声みたいな。タオさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。監督の梨本奈緒です。まあ今回、まあ、映画のというか映画の公開はもう新潟では終わっているというか終了していて、また別な形で、映画が、この映画2時間ぐらいの映画だったんですけど、2時間半の完全版ということで、1回だけ、海外をちょっと作品が回る前にですね、新潟のバンダイにありますシネウィンドで、11月の17日に、1回だけ上映をします。まあ、その宣伝も兼ねてというところもあるんですが、それで、まあ、なんかちょっと相沢に来てもらって、はい、なんかちょっと話をしようかという話だったんですけど、今日ちょっとね、具合悪いんだよね。具合は元気なんですけど、風邪をひいてしまって声がちょっとかすれてしまった。本当はね、もっと綺麗な声なんですけどね。今日すごく色っぽい声になって、新潟に到着したので聞き取りづらいかもしれないですが、すみません。その声をちょっとフォローしてもらうために、アリさんちょっと、はい、娘がお母さんを助けてあげてって言ったら、彼女も東京の方で、タレント活動してますんで、まあ、その辺の話もちょっと、2人ともまずはタレント活動としてテレビのお仕事をたくさんされているので、まあ、テレビのお仕事って どんなですか、楽しいですか、どういうところが楽しいですかということをまずお聞きしようかなと今日最初に思ってたんですが、どうですかテレビのお仕事っていうのは大変なの、どうなの。でも多分、ね、どのお仕事もやっぱりね、大変な、まあ、大変は大変ですけど、ね、そう言われちゃうとね、あると思うんですけど、多分テレビの仕事はそのやっぱ朝不規則だったりするので、ロケとかだと本当4時起きとかいうのもありますし、で1日中ずっといろんな場所回ったりとか、はい、そういう意味で言うと意外に体力仕事だったりとかっていうのはあるんですけど、私多分同じことをなんかこう繰り返すみたいなことが割とできないと思うので、そういう意味だとすごく刺激、毎回こう違う場所に行って違う方とお会いしてとかいう意味ですごく刺激になるので、まあ、割と飽き性だったりとかするんですけど、飽きないっていうのも、飽きないっていうだからずっと私芸能の仕事今15年目なんですけど、続けられてるのかな。あ、もうそんなになるんだ。そうなんです。18歳の時に新潟から上京して14年なんですけども。はい、年齢が分かっちゃいますね。そうですね、隠してないんですけど、はい、隠してないです、はい、女盛りの32歳で、はい、女盛りですね。女盛りなんです。じゃあ、まあ、じゃあ横の少女盛りの人は、そうですね、少女盛り、仕事どうですか。最近するようになって、どのくらいもこの世界でやってるの。この世界だよね。でもまだ3年、4年くらいなんですけど、本当に全然お仕事全然ですけど、でもほとんど今東京ですよね。そうですね、今日は2ヶ月ぶりに新潟に帰ってきて、はい、すごいですよね、2ヶ月ぶり。ずっと今舞台に 2ヶ月出させていただいて。なるほどなるほど。ぜひ彼女もチェックしていただきたいんですが、一番きつかった仕事とかって、まあ、今聞いてて朝早くてとか言ってますけど、それはまあみんな大体想像つくと思うんですよ。でももう本当は思い出したくもないというか、二度とやりたくない仕事とか、やめてね俺の映画とかって。それはもう言わせないで、これでそれやめて。どうですか一番、これはきつかったなとか。私は番組名言ってもあれなんですよね。まあツイッターとかそういうの書かないですから。いやでも全然よく言ってるんですけど、テレビ朝日さんのいきなり黄金伝説という番組で、すごいリアクション大きめでやりました。で、1週間で250キロ長野県の松本城から東京タワーまで走って、止めていただける
ところも自分で探しながら走るっていう企画をやらせていただいて、それはきつかったですね。走りながら田舎に泊まろうやるみたいな。そうなんです、そうなんです。そうです。でも田舎に泊まろうも女性で最多の断られ件数23件。え、どこ行ったの？給付金が一番最初に届けられた西の目、青森でしたよね、西の目、なんか町だから、そういう困ったんですけど、ね、23連敗だから、ガチなんですか？ガチなんですよ。ガチなんだ。そう、もうあれも、でもなんかあれもすごい泣きました、もう心折れそうになっちゃって。え、それは自分で仕事をこう選べるの、もうマネージャーさんがこれやるからあんたも黙ってやりなさいって、はい、でも黄金年月に関しては女性タレント2、30人で一番最後まで寝ないで起きてられた人がご褒美でメイン企画寝れますよみたいなやつだったんだけど、まあ、それで73時間起きていて、そう優勝したらご褒美がマラソンだったっていう、まあ、ある意味なんかご褒美だったのかなと思ってそれはね、罰ゲームみたいな感じだったんですけど、でもやったことですごいそれを走り結局ゴールできたので、走り抜いたっていう自信にもすごいなったから、まあ、すごいきつかったからもうやりたくはないけども、まあ自分の中ではすごい一個の自信になった仕事っていうのを思い出には残ってますね。アリサはそういう仕事来たらどうするの？やるの？やります。やります。ああ、やっぱりやるんだね。新潟さんにそうね、粘り強いですね。粘り強い。女の子はね、粘り強いんですよね。男はどうしてもね、私も面白いんですけど。次の日と、なんか男性は。そう、男は育たないって言われちゃうんで。そんなことないと思うんですけど。まあね、いい男もいっぱいいるんだと思いますけど、私の周りにいるのかどうかっていうところはわかんない。まあ、そのバラエティも含めてとか、あとまあモデルの仕事とかも来たりとかやってたりとか、いろいろとそんな、いろんなものに出たりするときに、いろんな地方行ったりするでしょう。やっぱりどこか、新潟と比べてここ良かったなとか、他のところ行ってみて、新潟のここがやっぱりいいなと思ったこととか、やっぱりあったりします。そういうテレビとか、そういう、なんだろう、なんか食べに行くとかさ、いろんな仕事やってるじゃないですか。なんかあります？私福岡の方でもレギュラー番組やらせていただいてて、新潟も月2回行かせてもらうんですけど、福岡も月2回行かせてもらうんですよ。で、まあ、県民性ってよく言うじゃないですか、はいはいはい、本当にあるんだなっていうのを。それはどの辺ですか？よくなんか新潟の人ってちょっと引っ込み思案だったりとか、まあ少子狩りって言うんですよね、少子狩りですね、そうそう、はい、っていうのは本当、でも私も思ってたんですけど、コンサートとかに乗ってるかいって言われても、本当はすごい乗ってるんだけど、あんまりイエイって言えないみたいな。今これ試すと多分そんなにイエイみたいな感じになっちゃう。ちょっとそんな感じかも。乗ってるかい？おお、でもなかなか新潟の方にも変わってきたんじゃないですか。今ちょっとテンション上がりますね。ちょっとテンション上がりますね、こっちが。嬉しいですね。そう、そうです。でも割とそう、なんかライブとか行ったりとかしても、新潟のお客さんって新鮮だねっていう、あの先輩とかでも出てたりとかするのも分かるなっていう、熱いものを秘めてんだけど意外にこう全面的に前に出てこないっていうイメージがあったりとか、でもなんか喋ってみるとすごいフランクだったりとか優しいのが新潟の人で、九州の人とかはもうガンガンこうロケとかしてても前に出てきてくれたりとか、もう福岡最高前みたいな、すごい熱いなみたいな。そうですね、他の場所どうでもいいみたいなところありますもんね。もうでもとりあえず自分のところみたいな感じがすごい強いんで、これ県民性なのかなっていうふうに思いますね。あ、なるほど。やっぱあるんですかね、その気温とかあるんですかね。あ、気候はでも関係ないかもしれないですね。新潟その我慢強いとか言うとね、そうそうそう、やっぱこの寒さに、おとといぐらいからね、すっごい寒くなったんでヒーター出しましたからね。私もあったかいの電気ストーブを出してきた。東京もやっぱ寒かった？寒いですね、今日もこっそり腹巻きは言わなくていいと思うよ、多分女優さんは。今日初めて下ろしました。なるほどね。アリサはやっぱり外に出てなんか新潟と、まあ、今東京がほとんどなんだけど、はい、なんか違うなとか場合だなとか思うことありますか？あ、私はあんまりいろんなところに行ったりっていうのはまだないんですけど、うん、舞台でいろんな地方から来てる子と一緒に泊まってて、夜舞台の稽
稽古中にで大阪の子とかと一緒に泊まってたんですけど、大阪の子が2、3人いてすごいガンガン来るんですよ。私ひたすら部屋の隅でこうやって、あ、そうだそうだって、言葉の強さってね、乗れないから勢いに圧倒されたり。でも確かに私も上京したての頃なんかね、言葉のそうなんとなく、とりあえず東京行った時最初に語尾にジャンってつけてました。それ横浜でしょ。横浜でしたっけ。なんかそうしたら東京に馴染めるかなと思って、こっちだといつもうちなんとかさーとか、なんとかなんてとか言ってたんだけど、語尾とりあえずジャンって言っとけば都会に馴染めるかなと思って、スタートから間違えてたんだ。今覚えたんです。あ、そうですか。まあ、ずっとそのテレビのお仕事をずっと重ねていって、で、まあ、今回はその女優さんというか、そのまあ、映画に出てくださいと。で、あの最初の時その、いや、もうぜひと言っていただけたのすごく嬉しかったんですけど、ただ、私、ちょっとそういうのがうまくできるかどうかってすごく言ってたのをすごく印象的に覚えていて、実際こう、どう違います、映画の現場とテレビの現場って。自分の中でなんか本当はこうもうちょっと一緒かなと思ってたけど、なんかすごく違ったのか、それともあ、やっぱりそう仕事だから、うん、自分のやることはあんま変わらないなって思ったのか、どっち。私は結構なんかテレビの時とかはもう頑張ってアピールしなきゃみたいな感じで、とりあえず喋って、それでなんか美味しいとこつまんでくださいみたいな感じだったりとかっていう感じなんですけど、やっぱお芝居になるとこう与えられたものを自分がどうするかみたいな感じなんで、で今回いただいた話がお母さんの役で、それも死んでるみたいな。そうなんですよね。でもなんかちょっとあれ、それ私イメージ的にそのお母さんな感じでもないですし、大丈夫ですかねっていうのがちょっと一個不安だったりとか、そう、なんかお話ししてもらった時のあれ、なんか私に思ってくれてる印象がちょっとテレビの印象とまた違う、本当の相澤さんって僕違うと思うんですよみたいな話をしていただいてなんか嫌だな、その口説き文句みたいな、もうなんかバラされてすごい嫌だな。その相澤さんを出してくれればいいんでって言っていただいたんで、あ、じゃあ、よろしくお願いしますということで、まあ、絶対的な条件があの写真でもあれですけど、はい、あの髪の毛真っ黒にしてくださいって言いましたからね、はい、そうですね。で、あとお化粧をそんなにしないでください、ほぼすっぴんで出てくださいっていうお願いをしたのと、はい、化粧しても大丈夫ですかっていう失礼な聞き方をしたっていうのを今でも自分でしまったなと思って、ね、だからマスカラこれ塗っていいのかな、できればちょっとちょっとだけ一回だけ塗ってミスったら OK ですけど、一度塗るだけ、はい、やっぱりその辺はやっぱ違うんですよね。でもやっぱ結構いただいてた台本があって、そのセリフがあったんですけど、当日行ったら全然違う風にやって、もう台本忘れてくれみたいな感じだったので、なんかそれが一番びっくりしましたね、はいはい、みたいな動きもどんどん変えていってしまうので。そうですね、特に相澤さんが出たシーンは主人公の思い出であるとか記憶のシーンなので、はい、でなので要は現実にその実際に今やってるそのアリサがやった役はハラミ系の若い時だし、彼女たちとそう繋がってるんじゃなくて、主人公やった中山雅成君のやってる役の記憶の中の2人の像であってほしいなというところがあったので、やっぱりそこでどんどんこう雅成君の芝居がどんどん変わっていってたので、それに合わせて2人にこうチームがどんどん変わってんだっていうのは、やっぱり三田村さんと町長発信があのバカ親子のいろんなことをやるので、いない時に言うと角が立ちます。そうだよね、これ書かれると後で三田村さんすっげー成長されるからねその言葉だけね、そうそうそう、ピックアップされてね。いやでも本当あれですよ、二人がすっごい本当にね、本当の親子だけど親子以上の関係をどんどんこう映画の中で作ってくれたので、そうすると2人のありよう、2人がそれを出してっていうのが三田村さんたちにも影響でっていう感じになるので、なんかすごい仲良かったね、2人とも。なんか基本そんなセリフが決められてなかったので、2人で別に恋話してていいよみたいな、それを勝手に撮ってるからっていう風に。そうですね、2人でキャッキャ言いながら枝豆も置いてましたからね。それ笑いすぎって言われて、ちょっと明るすぎだろちょっとしっとり喋ってくれっていう
でもまあ本当に2人の関係はすごくうまくいってたなというふうにやっぱり思いますね。あの今後ともお二人ともお芝居の方もやっていきたいんですか。やっぱりそのタレントじゃなくてぜひあのもう二度とやりたくねえとかそういうことはない。でも、まあ、逆にそういうふうに思われてなければよかったですね。いやいやだって三十何テイクぐらい撮りましたよね。そうですね。みたいなシーンあったよね。はい。まあ、テープ代をちょっと減る。そうですね。あの本編では次の風も本編では切ってるあの相澤さんのあの繊細な泣き顔みたいなのであのちゃんと使ってますので2時間半はい、あとは、ぜひあの皆さん相澤ファンの方はぜひ相澤のいい顔をちょっと見ていただければすごい切ないあの設定上切ない状態になるところの顔をしているのでとても私は好きな顔なんですが、あの今回の最初のバージョンではどうしても落とさざるを得なかったので、まあ、そこではそこがね、結構こうそのアリサに通じるところもあったりしてよかったなと思うんですよね。だって初めあれですもんね、一番最初に編集した時何時間だったって言ってました。3時間半ですよね。3時間半のやつを詰めて詰めて詰めて、そうですね、できたって言って3時間半で、まあ、うち の, あ の, 学, 校の学校に協力してもらって、はい、あのアリデル、先ほど、まあ、あの紹介していただいたあの新潟にある映画の学校の生徒たちに協力してもらいながら編集の作業をやってるんですけど、でその作業をやってて、よしできた、これはいいぞ、生徒たちにまず君たちが見ろって、まあ、その時ちょうど それを追い込みでやってたので一人ぐらいしか生徒いなくて、でその生徒に見せたら、僕できたと思った瞬間2時間半だったんですよ。そしたら3時間半で先生2時間経っても終わりませんって言われて、あれ真ん中ぐらいですまだシナリオがって、あそうか、ごめんって思って、まあ、3時間半 でその後、まあ2時間半ぐらいまで縮めて、その後またいろいろとスポンサーさんとかいろんな人と話しながら練習を変えていくって、でそれをずっとね生徒たちも見たりで、その話をこう、まあ、出来上がって、まあ、見て、でまず最初にあの特に相田さんに見てもらったのは、相田さんに見てもらって後にまた編集変わってますからね。あ、そうですね。だから結構変わってたんですよね。今から変わってましたからね。だから要はまあその辺もあるので、最後に見たのがいいんですよ。最初の渋谷で見たのが最後ですね。そうですね、はい、で去年とか一昨年、去年、去年、そうですね、去年、去年、あ、今年の2月ぐらい、1月とか2月ぐらいですかね。で、渋谷の映画館、そうですね、映画館で見たぐらい、はい、レルさんがものすごい、そう、さっきからあそこにレルさんがずっと、レルさんもよろしくお願いします、あの空のよろしくお願いします。で、あの今後のことなんですが、はい、とは言いつつ、一番キンキンのお仕事はお二人は何をやられてるんですか。なんか皆さんに言っていい話とかあるんですか。ずっと私たちの映画の話をしてもしょうがないです。個人的な告知ですか、はい、私、はい、あの10月3日に歌手デビューしたんですよ、はい、ありがとうございます。そっちに行っちゃう、あれそっちじゃなくて、うん、そっちじゃない方が良かったですか。あ、歌手の方に行きます。でもともと歌を歌うのがすごい好きで、うん、あのミュージカルの仕事とかやらせてもらったりとか、はいはい、まあ、いつか出せたらいいなと思っていて、私それこそもともと新潟にいるというか新潟市ジュニア合唱団なのでずっと歌ってたりとか、それぐらい歌がもともと好きだったんですよ。そう、それでそう歌えたらいいなと思っていたら、たまたまそういうお話が来まして、まあ、CD っていう形じゃないんですけど、あ、 CD は出してないんですか。じゃないんですけど、あの配信でとか着歌とか、あのインターネットとかでダウンロードするっていう形で、あのアイザーマキフロー J パッドガールズっていう名前で1曲全部を自分の声だけで作ってる、意味のボイスパーカッションみたいな感じで、はいはいはい、ベースの音とかドラムの音も自分の声で歌って作ったドンドンとか、はいはい、あ、なんかじゃあ、もう音源としては相澤マキしか出てこない、マキの声しか使ってないの、だから機械の音一切使ってなくって、うん、っていう企画が今その J-Pad Girls っていうので何人か女の子がいて、そこのプロジェクトに参加させていただいてて、
なんであの YouTube で無料でプロモーションビデオも見れますので、相沢真希でよろしかったら検索していただくと私も見れますので、見たーが嬉しい。そう、それであの天空の城ラピュタっていうアニメあるじゃないですか、はいはい、あれの主題歌の君を乗せてという曲を私その全部自分バージョンが歌われてます。その選曲は相沢自分で選ん自分で選びました。なんか基本的にあのアニメーソングがいいんじゃないかって、その一応世界同時配信みたいな感じだったので、まあ、いろんな方に聴いていただける曲で知ってもらってるっていうのはアニメとかがいいんじゃないのって思って、ね、そう、それで好きな子って言っても私そんなポップなね、なんかチャラヘッチャラみたいな感じのなんか性格じゃないんで、同じアニメはアニメでも、でも多分そっちは無理だろう、そっちポップな性格じゃないんで、そう君を乗せてってすごい好きな映画だし曲も好きだったので、その曲にしました。でも1位取ったんですよ。Amazon で着歌1位で、で、あと iTunes が17位と25位の動画と着歌の方で、はい、取らせてて、すごいな、ね、もうやっぱりそっちの方になっちゃう。いやいや、あの行こうってもそっちもやりたい、面白いことしてあるんですけど、まあ、タレントのね。そうですね、やっぱタレントさんいろんなことができるっていうのがいいんでね、やっぱりその時にやっぱりそのチャレンジ精神っていうかね、はい、本当にいろんなことに挑戦するよね。いやもう基本的にあの来るもの困らずっていう。あ、でもやっぱりでも引っ込みじゃんではないの、それこそさっきの新潟の人の、そう、新潟の人って引っ込みじゃんねっていうのがあるけど、はい、来るもの困らずと言っても、いや私なんかにはそれはみたいなのが、いや意外にあの求められるものに関しては最低限答えたいと思っちゃうタイプなので、そういう、そうですね、相沢真希さんにやってほしいって言われるとまあやりたいってなっちゃうんですよね。あ、なるほど、うん、じゃあまたもっといろんなことをそれ頼めばいいですね。ぜひ。でもちょっとあの水着とか言われた瞬間にちょっと固まるか露出になると急にあれとか。あ、なるほどなるほど。でも気を頑張りたいと思います。今後なんかあるんですか。風見氏ですか、はい、私も個人的なあれなんですけど、はい、私はですね、あのなんとですね、あのイメージ DVD わあのグラビアもわあDVD おめでとう。出てるの、あの11月の28日に、あ、これから発売、はい、Amazon さんとかでも予約できる。すごい。タイトルはピュアハイスクールという。ピュアハイスクール行きたいです、通いたいですね。ピュアハイスクール、すごい。水着、どこで撮ったの。でも千葉で、千葉で、千葉のピュアハイスクールですよ。ピュアハイスクール、あ、そう、ちょっとびっくりしましたね。そういう、なんだろう、そんな感じの DVD を出した時期もあったじゃない。私も2本は出してるんですけど、でもピュアハイスクールではなかったんですよ。うわ、すごい、おめでとう、よかったね。なるほど、じゃあ、まあ2人ともこうご活躍で。